じゃあこちらですね、ホグワーツ魔法魔術学校を派遣する、ちょっと日本語翻訳にしてるのでウェブ上でね、ちょっと日本語の感じが変かなと思うんですけど、まあいいでしょう、わかるっちゃわかると思う。なんでこの名前になったの、アジムラ、あのアジジって入れたはずなんだけど勝手に漢字にされてるな。ちょっとなんかイキって、あのなんていうの、 A 文字でアジムラアジジって入れたはずなんやけどダサくなってんな。ちょっとやってみようかな。なんかね、この公式の、まあ、ホグワーツとかハリーポッターのサイトで、まあ、今プレステで出てるやんか、新作のゲーム、それのまあなんていうの、組み分け防止をやってみましょうっていうね。川や森、川と森どっちが好きってこと？なんかいい感じに田舎やないや森川、いやどっちなんやろ、どっちも好きじゃないな川、川森、ちょっといることイメージしよう。川にいるアジムラ、うん、あんまテンション上がってないかな。でもまあ河川敷みたいなとこは好きやけどね、すごくなんかお散歩としては。でも川やろ、水の方やろ、で森、森もな、場所によるよなハリーポッターでの森のイメージってそれこそあの雲のいるなんか森っていう感じがするからさ、結構暗いよね。川、いやだったら、いやどうだろう、でも足場のことを考えるとまだ森の方が歩きやすいか。森かな。ホグワーツ魔法魔術学校で学ぶことを最も楽しみにしていることは何ですか。魔法の生き物についての全て、そしてそれらと友達になる、世話をする方法。あ、いるもんね、なんかあのハグリッドがいっぱい育ててるもんね。ほうきで飛ぶ、ほう、出現と消滅、意のままに物質化および非物化できること。まあ、言ったらまあ魔法を使うってことよね。それこそ城についての秘密、これはハリーがいつもするいらんことシーメスですね。変容、あるオブジェクトの別のオブジェクトに変える、あ、これはロンが失敗したやつですねなんか秘密の部屋でさ、ローンの杖が壊れてしまった時にマクゴナガル先生の授業でやってたよね。なんかめちゃくちゃ覚えとんな、すごいなんか気持ち悪いコップできたもんね。で、ヘックスとジンクス、ジンクスはわかるとしてヘックスって何ヘックス、ヘックスって何。私ができる魔法のすべての領域、あ、まあ勉強か、これはハーマヨニータイプですね。ヘックスわかんないから一回飛ばして、いやでもこの魔法も楽しそうやったけどね、城についての秘密は私正直そこまで触れたくないと思ったよね。でもまあゲームをするにあたっては一番知りたいところではあるけど、出現と勝利、いざ自分が入るとしたらやろってなるとこれかなあのなんかハグリッドがお世話してたなんかでっかい鳥に挨拶したいもんな、これかな。ホグワーツ魔法魔術学校に通っていたらどのペットを連れていくことを選びますか。あー、猫、あ、猫、引き、なんでここ私って書いてある猫だけ私になっとんな。私は猫ではないんよ、ディッシュではないんよ、猫にはなってないんよ、アジムラは。でもフクロウもいいよな、やっぱ猫も好きなんやけど、フクロウっていうのもやっぱりかっこいいよな、ヘドウィグ見てたら。猫、黒、どのペットを連れていくこと、いやでも猫かな、私は猫かな。ちょっとうちのちちゃまるくん連れて行きたいところではあるかな、猫。何か、ホグワーツ魔法魔術学校に通っていたらどのペットを、あ、続きね、猫だったらとりジンジャーキャット、白猫、シャム猫、うち猫、黒猫全員かわいいなんでポーズ違うの。いや、うちのね、ちゃちゃまるくんだったらこのジンジャーキャットだよね、おそらく。サトラってことやもんね。いや、ジンジャーキャットは可愛いけどな。でもね、色味的にうちのちゃちゃまるくん、ここまで茶色じゃないのよ。どっちかってベージュに近いよね。いや、だ、ブチ猫ブスやな。黒猫もかっこいいけどね、ブチ猫かな、この中だったら連れて歩くなら。ブチだな、この感じ。あなたが亡くなった後、あなたの名前を聞いたとき、人々に何をしてもらいたいですか？え、どういうこと？名前を呼んではいけない、あの人みたいなこと？え、何これ？え、なん全然翻訳してくれてねえじゃん。何これ？全然翻訳して、翻訳しろよ！もうアジムラがいなくなった後でしょう。アジムラって言ったんでしょう。Ask for more stories about your、あなたが何をしたかっていうの
言ったら受け継いでほしいことね。ダンブルドア的なことか。Miss you but smile。悲しんで。でも笑って。天の風になってですね、これは。私のお墓の前では泣かないでください。そこに私はおりません。Sink with admiration of your activation。思う。自分の思想を引き継いでってこと？いや、わかんないな。ちょっと英語苦手なよね。I don't care what people think of me after I'm... いや、でもこれかな。とりあえず、まあ、悲しめまでは言わないけど、そこまで私が何をしたかっていうのを死んでまでそんなに喋ってほしくないから。笑っててくれ。楽しそうに笑っててくれ。100年に一度、フラッタービーブッシュは、注意を引きつけるために香りを適応させる花を作ります。それがあなたを誘惑した場合、それは次の匂いがするでしょう。もう100年に一度、ちょっとビーブッシュはわかんないけど、不注意を引きつけるため。まあ、アジムラがどんな匂いが好きかってことだね。どんな匂いだったら近づいてしまうかってことでしょう。海。ああ、ホームの匂いな。好きだな。それはちょっと好き。パチパチと音を立てる薪の火。あ、こう落ち着くっていうもんね。あ、新鮮な羊皮紙いいよな。まあ、髪の匂いってことやろ。髪の匂いか家だな。いや、こうなると髪かな。ちょっと家だったら私どうしてもなんか、タバコの匂いとかしてしまいそうやからな。どちらになりたいですか？ライクド。トゥルステッド。どちらって言ってるのに結構選択中な。あ、フレット。エンビート、パレ、ちょっとわかんないな。え、なんか正直さ、ここの、これでフレットとジョージの意味かなって思ったけど違いそうやね。ちょっとね、日本語翻訳をされてるサイトを見てきたんやけど、これが、なんかね、どんな人になりたいですかっていうことで、信頼される人か、好かれる人、手本にされる人、称賛される人、羨ましがられる人、恐れられる人っていう意味らしいね。いや、どんな人になりたい？いや、でもやっぱ一番は信頼じゃないか。いろいろあると思うけど。まあいいと思うけどね、他の。一番は信頼されることが一番じゃないかな。どの道があなたを最も誘惑しますか？森の中の曲がりくねった葉っぱが散らばった道。ワイディングロードですね。広くて日当たりのいい芝生の斜線。あ、いいな、斜線。いいな。暗くて、細くて暗い、低塔に照らされた路地。ほう。古代の建物が立ち並ぶ石畳の通り。あー。森はそこまで惹かれてないな、今。芝生の斜線。いや、斜線っていうのがいいよな。芝生にはそこまで引き込まれてないんやけど。路地もいいけど、なんか危ないやついっぱいいそうだから、こうなるとここかな。古代の建物が立ち並ぶ、ちょっといいよね。おしゃれな感じするもんね。左または右。え、何これ。え、何これ。もう一か八かじゃん。左と右どっちでもいいんやけど、左かな。じゃあソーティングハットは決定を下す準備ができています。お、いいじゃないか。下しなさい。スリザリンはダメ。スリザリンはダメ。別にいいけど。そこまでこだわりないよ、私。あ、レイブンクロー。ここ頭いいとこちゃうの。アジムラアジジ。青になったぜ。レイブンクローへようこそ。おう、おそらく。ちょっといろいろ翻訳がおかしくなってな。ソーティングハットが話しました。そしてあなたは一人ではありません。なるほど。そうだよね。レイヴンクローンの先生とか生徒となると、それこそ一番有名なのはルーナよね。ちょっと変な子ないけど、すごいいい子っぽい、この子は。で、ちょっとヤバめのギルティーロックハート。ギルティーロックハートね。こいつはずっとヤバかった。ずらないよね、確かね。で、プリウス・フリットウィック先生。そう、レイヴンクローンは確かちょっと知的なイメージがあったと思うんだけど、ちょっと見てきていい？はい、ちょっとね、ここのサイトでは、どうしても、日本語翻訳ガバガバになってるので、他のサイトからちょっとレイヴンクロー生の特徴っていうのを見てきたんやけど、知性を
ちょっと読めないな。もうすでに知性感じられんくなってるやんか。レイヴンクローでは学力が重視される傾向が高いことで知られています。組み分け帽子は成績優秀なハーマイオニー・グレンジャーを分ける際、グリフィンドールとレイヴンクローをどちらに決めるかで迷っていました。そうだよね。ハーマイオニーってどっちかっていうとこっちな気するけど、あっちに行ったよね。勇敢な方に。まあ、それこそ正義感が強いという意味では、ハーマイオニーはそっちだったのかもしれないよね。知性を重視する傾向があるために、生徒は多くの場合、プライドが高くて他人を見下す傾向があり。うるせえわ。同じ寮内であってもいじめもあるようです。また、その知性ゆえに気難しいものやうぬぼれるものなど、個性豊かで癖のある人物が多く出ています。とんでもない寮に入ってしまった。え、そうなの？プライドクソ高生徒といじめ問題のある寮なの？え、ちょっとやっていけるかな、アジジ。レイヴンクローの寮内に入るときには他の寮のように合言葉ではなく謎解きを求められるのもこの寮の特徴です。答えがわかるまで寮に入ることはできませんが、裏を返せば謎さえ解ければ外部のものも入れてしまうということでもあります。大丈夫か、アジムラ。ちょっとなんか漢字とか出されたらもうアウトよ。一生入れねえよ。これさ、パトロナスとかもこれ調べれたりすんのかな？パトロナス。あれよね。自分の守護霊を、守護神みたいなの決めるやつよね。お、音ありだ。うわ、かっこよ。いや、襲われるとこ、これ。父のとこ読めない。The Patri Patronus is kind of prosti... わかんない。とりあえず、パトロナスを決めるんやろ。どうやって決めるんやろ。え、私のパトローナスは、え、鹿なの？で、は、D、私、カバユア、ピアル。雑すぎるにも程があるやろ。あなたはあなたのパトローナスを発見することができます。一度だけ質問は実験されています。あなたの本能で行く。了解した。すごい、マウス動かすとね、キラキラが追ってくるの今。D、私、生産。とりあえず始めていきましょう。まあ、一回しかできんって書いてたもんね。リラックス。シンクオブユー。ハッ。落ち着いて。心を落ち着かして。これ私のパトローナスを探してるの。三、ワイン、太陽、風、雨。あ、風かな？そうなると。You need to think more quickly. Try again. もっと早よせえって言ってる。ハヨラ番会って言ってる。でもさ、喋ってるからさ。ちょっとわかん。何言ってんの？翻訳しなよ。ちょっとごめん。読めない。早くしなさい。パトローナスが逃げますわ。逃げますわよ。早く答えなさい。だって読めないんだもん、英語。じゃわかんないけど、じゃあ。でもこれ何回も聞かれる感じするよな。ちょっと今のうちにちょっと翻訳しておこうかな。あれ変わってない？リーフ、トーン、リーフ、ブラーって読めないの。意外シンクビンにあなたが何を言ってようとしてるのかわかんないよって言われても、私は英語がわかんないよ。ブレッド、毛、葉っぱ、これ何？ソーンってもっと簡単な、簡単な英語にて。あなたは遅い。だってわかんないんだ。夢、ダンス、ディスカバー、ドリームかな。夢はある方がいいよね。やっとわかる単語出てきて安心してる。ディスカバーって何やったんやろ。ソルト、あ、塩か。あーでもまあスイートかな。なんか響きかわいいし。まあ本当は塩気あるものの方が好きなんやけど。でもね、まあやっぱ単語的にスイートの方がかわいい。アース、ウッド、ストーン。あー、なんかポケモンみたい。木かな。やっぱ木が落ち着くよね。おっせーって言ってる。ずっと怒るじゃん。でもさ、わかんないんだもん。喋ってるし。なんで逆にじゃあレイヴンクローセにさ、アラウンドアンダーオーバー。アラウンドオーバーだ。
何でもオーバーに生きていこう。やりすぎぐらいはちょうどいいから。どう？遅くない？あ、でも今回怒られないね。そろそろ決まるんちゃうか？もう私の集合、集合。あ、これが？あ、私のパトローナス？見せなよ。いや、このなんかキラキラしてんのかっこいいな、マウスが。マウスに沿ってくる、来るからさ。フォーエバー、サムタイム。あ、フォーエバーとかそういうの嫌い。なんかね、そのフォーエバーとかそういうなんかざっくりしてるもの嫌いやから。これは結構早く答えれたな。ディスプンウォッチタッチ。ウォッチ！ウォッチ！私をウォッチ！どういうこと？なんか本当に響きだけで決めてる。でもまあそんなもんやな、守護神なんて。感覚的なもんよな。私の守護神ウォッチ。どこ？パトローナスのクリック、ドラッグ、リリース。えい！あ、来た！あなたのパトロナス。白い馬。あ、めちゃかっこいいの来た。え、めちゃくちゃかっこいい。行かないで行かないで。こっち来て、こっち来て。え、やっぱさ、あれか、主人が頼りないとこうなってしまうのか。え、めっちゃかっこいいやんか。え、どういうことこれ。パトロナスは向きを変えた。それはまだ水面を横切って、ハリーに向かって戻ってきました。ハリーじゃない、アジジだよ。それは馬ではありませんでした。それもユニコーンではありませんでした。クワガタでした。クワガタだったの？どういうこと？え？これクワガタなの？え、これクワガタ？え？いや、そうなるとさ、やっぱり杖敷いたいよな。私の杖探しに行こうや。でも、杖もね、杖が選んでくれるっていうのね、まず第一に、あなたは、あなた自身を次のように、まあ、どう説明？平均身長。あー、身長ってこと？私ね、多分平均いってないからね。てか、普通に身長ちっちゃいよな。なんかみんな結構私高いっていうイメージを持ってくれてるらしいんやけど、やっぱ声が低いからね。超ちっちゃいのよ。150センチぐらいなんだよね。多分最後に測ったので152とかやったかな。そしてあなたの目。目か、端ばみって何かっこいい。でもまあ、これじゃない、日本人なんてほとんどこれでしょ？端ばみなんていないでしょ？ダークブラウンかな。あなたが生まれた日でした。嫌なの。私4日なので偶数ですね。あなたはあなたに最も誇りを持っていますか？あ、自分のどこが好きってこと？イマジネーションって言いたいね。私の長所はイマジネーションです。イマジネーションってなんだよ。いや、でも反発力って何？瞬発力的なこと。反発なんかあれじゃないよね。すぐ口答えするっていうことで。でもまあそれも私の誇りでもあるけどね、口答えは。じゃあ反発力かな。人気のない道を一人で旅すると交差点にたどり着きます。続行しますか？もう行ってんじゃない？え、海に向かって左、城に向かって、森に向かって先へ。すぐなんか自然の方に向かって行こうとするな。もう城もな、なんか嫌な人多そうやな、城って。え、でもこれがホグワーツやとすると全然城に向かいたいんやけど、人気のない道、交差点。いや、でも森に入ったら最後って感じするから、一回城に行ってセーブしたい感じはするよな。ゲームの。あなたは最も恐れている。あ、何が怖いか。火事、闇、隔離、ハイツ。何、どっかのアパート？小さなスペース。怖いものか。別に、まあ私今でも隔離状態だからね、ずっと。引きこもりってわけでもなく、一人暮らし、ずっと家で仕事してるから隔離状態なんよ。いや、火事かな、そうなると。火事が一番怖いぜ。魔法のアーティファクトの箱で、あなたはどちらを選びますか？シルバーダガー？あ、この箱の中に入ってるもので、何を取るってことは、ダガーね。まあ武器みたいなもんか。きらびやかな宝石、閉じられたスクロール、オール電気、氷っぽいボトル、これは嫌。ブラックグローブ。いやー、どうだろう。グローブ？きらびやかな宝石、スクロールって何やろ。まあ、本的な感じかな。あ、ってなると私ちょっと、鍵欲しいかも、なんか。
鍵欲しい、持っときたい、鍵っ子のように首にかけとくわ。わ、出た、またなんかユニコーン的なやつ、馬なのかな。ユニコーンコア11インチと合成なる柔軟性を備えた松の木、パインウッド、まっすぐな松の杖は常に孤独で興味深く、おそらく神秘的であると認識されるかもしれない独立した個々のマスターを選びます。孤独なマスターを選ぶってこと。え、なんか杖にバカにされてない。え、松の木は創造的に使用されることを楽しんでおり、他のいくつかとは異なり新しい方法へ呪文に抗議せず適用します。多くの杖職人は松の杖は長寿を運命づけられている所有者を検出し最高のパフォーマンスを発揮できると主張しており、松の杖の主人が若くして死ぬことを個人的に知らなかったのと同じくらいこれを確認できます。ちょっと何言ってるか分かんない。早く死ぬってこと。あ、でも松の杖ってさ、これめっちゃかっこいいな、持ってんの。ハーモニーもそうやし、ちょっと名前呼んではいけないからさ、私は口にしないけど、でダンブルドアも、え、めっちゃかっこよくない、めっちゃ調べてきていいかな、こんなオールスター出たらちょっと調べたいわ。なんか調べてきたらね、松の杖の所持者って結構その長生きをする人なんだって。なんかなんていうね、その寿命を全うする人。まあ確かに全うしてるよな。いや、ハーマイオニーはこれからの人だけどね。もうこの名前呼んではいけないこいつなんてさ、なんならもう、蘇ってきたよ。まっとうにも程があるよね。面白いね。松の木はちょっとこう、まあ謎めいた人というか、そういう人を選びがちらしいね。トンブの場合、より大きな目的を求める人々です。なるほど。面白いじゃん。で、これ最後にポートレートを作成するで、自分のお顔を選ぶってことね。まあ結果的に生レイブンクローで馬、松。いや結構なんていうかさ、こうシュッとした感じな気するよな。何これ、誰、なんで口こんななってんの。すでにこの口やから何やってもしっくりこうへんねんけど。あの、こんなもんか。で、目ダークブラウンで、できればね、じと目がいいよね。そんな開ききってない、そこまでやる気のない顔がいいから。腹立つな。こいつ腹立つな、男は。でも全部口の下で何やってもなんか腹立つ気がするね。マジマゴロウか、貴様は。でもやっぱこれがさ、一番今マジマゴロウっぽいよね。別にマジマゴロウを作ってるわけじゃないけど、もう口どうにかしなよ。マジマゴロウさん。さあ、一応プロフィールは完成したね。一応な、やっぱちゃんと作ったつもりはあるんけどさ、なんか背景のせいで、でユニバーサルにちょっと浮かれてきちゃいましたみたいな感じするよな。こいつ大阪いるもんな。なるほどね。これがね、一応ハリーポッターの公式サイトで、この今回やった、まあ、両党で自分のパトローナス杖で、このまま大阪浮かれ女が作れるんですけど、まあ公式サイトでできるので、誰でもまあサイト上でできるかな。ちょっとね、メールアドレスの登録みたいなのはしないといけないんだけど、まあ結構その翻訳サイトとかもあるし、もっとしっかり皆さんできるかなと思います。まあいじめのあるプライドクソ高レイブンクロー寮生に入りで、バカにされつつもパトローナスは私を守ってくれる、で長生きする大阪女